毎日特訓した甲斐があったね。漫画、アニメ、ゲーム、日本にはクールなカルチャーが山ほどあります。特撮、ヤクザ映画、時代劇、日本の実写作品も素晴らしいものでござる。イエス、中でも素晴らしいのは忍者です。ジェニファーたちは忍者になりたくて日本やってきたです。ジェットレースも大事だけど、忍者になることはもっと大事でござる。でも、どうやって忍者になればいいのでござろう。それなら、ノープロブレム。本物の忍者に会えるシークレット情報を入手したです。おお、それなら早速、忍者に会いに行くでござる。なんなのだ。ワクワク。ドキドキ。ものすごく綺麗な瞳で見つめてくるのだ。かぐや様、助けてほしいのだ。そう言われましても。マップククラマール殿、ユーはリアル忍者ですね。これはまさに東大元暮らし。幸せのブルーバードは近くにいたでござる。確かに黒丸は四十院家に代々仕える忍びの末裔ですが。まんぷく黒丸殿、ジェニファーたちに腹切りを教えてください。腹切りなのだ。エミリーは火刀の術と水遁の術に水晶マシリのやり方も教えてほしいでござる。忍者のことをたくさん教えてほしいです。なのだ。忍びのことに興味があるのは嬉しいのだ。でも教えることはできないのだ。なら、ジェットレースで勝負です。え、それでレースに勝ったらエミリーたちを忍者にしてほしいでござる。なんて強引な。でも勝負と言われて逃げるわけにはいきませんわ。黒丸、いいですわね。かぐや様、わかったのだ。井の頭恩師厳島公園、緩やかなカーブからの後半の急カーブ、沿道からの応援を力に変えて駆け抜けろ。芝居での観客の華やかな声援と自然あふれる落ち着いた公園を同時に堪能できるものの、うかうかすると敗北一直線。3、2、1、スタート。忍者のことを教えてほしいでござる。エミリーも忍にしたいでござるよ。イエス、一富士二鷹三忍者。なんだかすごく盛り上がってるのだ。クラマル、気にせずレースに集中しましょう。満腹クラマルちゃんに任せるのだ。進むのだ。超加速で。どうぞ召し上がれなのだ。三枚獅子でござる。超加速で。どうでござる。
情報が偏っていますよ。何から訂正すればいいのだ。これは驚きました。思っていた以上の成績。ジェニファーに勝てる強者はいないです。やったのです。とっても嬉しいです。負けてしまいました。ごめんなのだ。勝負に負けてしまったけど、忍びのことは部外者には教えられないのだ。掟でそういう決まりになってるのだ。黒丸ごめんなさい。私が勝負を受けてしまったばかりに。そういうことなら仕方ないです。でも部外者に忍者のことを教えられないのであれば、エミリーたちを満腹師の弟子にしてほしいでござる。それもダメなのだ。勝手に弟子は取れない掟になっているのだ。そうでござるか。忍者になりたければ自分でその道を探すしかないのだ。わかったです。でもその代わりに忍者のご飯をご馳走することならできるのだ。おお、ジャパニーズ忍者ご飯。そう、これなのだ。なんでござるか。このバレーボールみたいなものは。おお、ビッグライスボール。これは満腹黒丸ちゃんがおにぎりなのだ。毎日10個は食べるのだ。こんなビッグなライスボールを10個。アンビリーバボーでござる。さ、どうぞ召し上がれなのだ。サンキュー。とても貴重な体験です。では早速いただくでござる。このビッグアイスボール大きすぎて食べても食べてもなくならないでござる。グレートです。ボディの底からパワーがライジングです。あ、
ビッグアイスボールの中にとんでもないサプライズでござる。これは噂に聞く究極の和食、梅干しというものでござるか。その通り、秘伝の梅干しなのだ。こんなに酸っぱい食べ物は初めてです。でもその酸っぱさがマイハートに刺さるのです。イエス、これぞ忍者の精神、ジャパンの魂でござる。日の丸の熱き血潮です。このビッグアイスボールを味わっていたら自力で忍者になれそうな気がしてきたでござる。イエス、同感です。この梅干しが進むべきロードをシャイニングしてくれるです。なんとか話は収まりましたわね。うん、よかったのだ。忍者になれそうなきっかけをつかんだらまた会いに来てほしいのだ。わかったです。これにて一件落着。 Today はいい日だったでござる。街へやってきたものの、どこで日本文化を学ぶでござるか。ジャパンはどこもかしこもオンリーワン。きっと何かがファインドできるです。確かにこれだけ人がいれば、忍者、サムライ、オニケージ、ロボ、戦隊ヒーロー、きっと素敵なサムティングに出会えるはずでござる。ジェリー、あそこに人だかりでござる。オー、イエス、きっと何か面白いことがあるです。行ってみましょう。ティナちゃん、1時間ほど休憩だって。はぁ、よかった。撮影も楽しいけど、レースをしてないと体がなまっちゃうよね。人気があります。ヘルズキッチンの2人を通じて日本文化を勉強したいでござる。今日はアイドルじゃなくて役者としてこの場所にいるんだけど。アクターですか。うん、神田川戦隊 Z5 って特撮ヒーローなんだけど。神田川戦隊 Z5、巨大化超人の戦いがクールで、13話の死闘では涙が止まらなかったでござる。いえ、ジェニファーも感動のあまり興奮して腹切りしかけたです。すごい食いつきね。あれ、でも今までジェット5にヘルズキッチンは出てなかったです。スイちゃんたちは3クール目から登場する悪のエリート幹部なの。この前の放送でシルエットだけ出てたでしょ。あ、ものすごく強いんだ。ジェット5を大ピンチに追い込んじゃうんだから。撮影現場を見学させてほしいでござる。邪魔はしないのでお願いでござる。
とぞ何とぞでござる。もちろん無条件でとは言わないです。ジェフ・ウェイスに勝ったらでいいですから。急に言われてもちょっと厳しいかな。でもジェットファイブの出演者全員のサインをあげることはできるかも。私たちとレースをして勝ったらね。ティナたち、レースがしたくて仕方ないんだよね。休憩時間のうちに一勝負しようよ。いいです、お安い御用です。出演者全員のサイン絶対にゲットするでござる。時代ここにあった城は攻守ともに手強かったそうだ。この直角カーブの連続、試合運びの肝はどのあたりになるのでしょう。カーブを制す者はレースを制す。いかに連続カーブをさばききれるかが市ヶ谷ウォーターゲート最大のポイント。
でゴール。これは驚きました。思っていた以上の成績。ジェニファーに勝てる強者はいないです。やったーです。とっても嬉しいです。ヘルズキッチンはもっと強いんだから。もちろんです。それはファイとして分かりました。でもそんなに喜んでくれるんだったらサインあげてよかったね。そうだね、ひなちゃん。こういうファンを見るとやる気が出るね。ツイ殿、ティア殿、本当にありがとうです。帰ったらジェットファイブの録画を見直して日本文化をもっともっとスタディします。今日はダメだったけど、いつか都合のいい時に現場を見学させてあげるね。本当でござるか。絶対絶対絶対行きたいです。それじゃあそろそろ撮影再開しそうだし、ティナたちもう戻るね。お仕事頑張ってください。テレビで見るのを楽しみにしてるでござる。さて、次の学ぶべき日本文化は何にするでござる。次はアニメのことを勉強したいです。アニメを勉強するのならあの町に行く必要があるでござる。あの町って言うとまさか。そうでござる。オタクの聖地、秋葉原でござる。早くレースで試したいね。このフィギュアはハイクオリティ、一見の価値ありでござるな。でも、トゥデイはフィギュアのために参ったのではござらん。ジャパニーズレジェンドのイラストレーターにして、アニメーターのルーズソックス先生のイラスト集を買いに来たのでござるよ。そうだったです。ルーズソックス先生の忍者のイラストは最高です。その通りでござる。忍者を目指す者にとっては必読書でござる。でもルーズソックス先生のブックは一体どこに売っているですか。おかしいでござる。このショップにあるはずなのにないでござる。リミテッドアイテムらしいから、もしかしてソールドアウトとか。店員さんに聞いたでござる。やっぱりソールドアウトでござる。オーマイガー。マナちゃん、このショップオタクっぽくない。やばいってユズ、マジオタクっぽいって。おや、ババジョの二人でござる。こんなところで会うなんて奇遇です。何してるです。あれ、ピーちゃんにエミちゃん、こんなとこで何やってんの。そ
それはこっちのセリフでござる。白石市に緑川氏こそどうして秋葉原にいるでござるか。ギャルはアニメを見ないです。ここに2人がいるのはストレンジです。うちらの先輩にイラストレーターがいてね。そんでイラスト集が発売されるっていうから買いに来たってわけ。その先輩ってもしやルーズソックス先生でござるか。おお、そうだけど。オーマイガー、おお、ルーズソックス先生に会わせてほしいです。いや、そんなこと急に言われても無理だし。では今度でもいいでござる。とにかく会うチャンスが欲しいでござる。でも先輩忙しいみたいだし。じゃあジェットレースで私たちに勝ったら先輩に会わせてあげよっか。マナちゃん、そんな約束しちゃやばいって。平気平気、私たちがレースに負けなきゃいいだけじゃん。そりゃそうだけど。勝負です。ただし私たちが勝ったら。ゆずどうする。二人はずっとうちらのパシリをしてもらうでいいんじゃない。じゃあそういうことで。リスクなくしてお宝なしでござる。ルーズソックス先生に会うためならやってやるでござる。絶対に負けられない勝負がそこにあるです。秋葉原天才街、海外からの観光客でにぎわう日本を代表するサブカルチャーの聖地。長いストレートと緩やかなカーブ、レースの基本をマスターするにはうってつけのコース。
それは驚きました。思っていた以上の成績。アッパレイ、トップでゴールです。やったーです。とっても嬉しいです。イエス、勝ったでござる。これでルーズサックス先生に会えるです。ああ、しゃあないね。約束は約束だし。ちょっと先輩にリンクするわ。おお、ルーズソックス先生とリンクしているなんて羨ましいでござる。おお、もう返事来た。今の仕事が片付いたら遊びに来ていいって。気にすんなって。いいレースができて楽しかったし。そうそう、うちらもうダチだしね。おお、嬉しい言葉です。じゃ、マナちゃん、先輩のイラスト集探そっか。その件ですが、残念なお知らせがあるでござる。え？ルーズソックス先生のイラストブックはソールドアウトです。マジやばいじゃん、せっかくここまで来たのに。マジでテンション下がる。もう諦めて帰ろう。待ってほしいです。え、諦めたらそこで試合終了です。もしかしたら他のお店ならあるかもしれないです。そうでござる、一緒に秋葉原を探してみようでござる。それもいいかもね。なんか慣れてきたらこの街も楽しそうだし。ダメ、わかった、一緒に行こう。白石殿、緑川殿、レッツゴーです。みんなで秋葉原を楽しむでござる。見て見て、ミサちゃん、また成長した気がする。日本文化を学ぶために今日は神社に来てみたでござる。おお、ベリーベリー趣があります。とても興味深いことに、日本には8ミリオンの神様がいるでござる。わお、8ミリオンですか。それじゃあ忍者の神様もいるかもです。ん、この神社、なんだか見覚えがあるような。ジェニー、気づいたでござるか。この景色、この建物。オーイエース、夕日のタフガイデカの最終回、スラックスデカの昼食シーンの現場です。ビンゴ、スラックスの死は涙なしに語ることはできません。例のセリフはセンセーショナルを巻き起こしたでござる。タフガイデカのロケ地巡りですか。わお、ミスダ殿です。水流界もロケ地を見に来たのですか。いいえ、違います。
ミスダさんは水流神社の娘で巫女なんです。そうでござったか。とてもいい神社で感動したでござるよ。神社もロケ地もエンジョイできて、この場所は最高です。ありがとうございます。タフガイデーカの撮影はどうだったです？神社の巫女なら撮影をルッキングしたはずです。ええ、もちろん見ました。スタッフさんや役者さんが一生懸命取り組んでいたのを覚えています。ミスダ殿、一緒に最終回の名場面を再現するです。え、せっかくのロケ地でござる。あの名場面を再現しない理由はないでござる。そうなのでしょうか。ワクワク、ドキドキ。そんなにワクワクドキドキした顔をされると、無下に断るわけにはいきませんね。ですが、名場面を再現すると言われましても、少し恥ずかしいのも事実では、ジェットレースで勝負というのはどうでしょう。それはいい考えです。私たちに勝てば名場面の再現にお付き合いします。イエース！レースもできて名場面の再現もできるなんて最高です。それは私たちに勝ったらの話です。玉木さん、この試合絶対に負けられません。いいですね。いつになくミスダさんが真剣です。精一杯頑張らないと。お茶の水ひじり橋サーキット、うっそうとしたジャングルと街並みが融合したコースです。自然が多く、二酸化炭素削減にも一役買っている地球に優しいコース。にんよーでござる。3、2、1、こっちも気合い入りまくりだぜ。負けられない、負けられない。演技なんて無理です。やっぱり無理、無理です。なんと本体だ。超加速で、はい、当たれ！
返し手でござる。行け行け、全力で行きます。マックスピードを上げます。ふうかちゃん、かっ飛ばしていきますよ。えっはっは、ミスラも本気になってるじゃねえか。絶対に負けたくねえみたいだな。ミスだし、恥ずかしがらなくていいでござる。踊らがたくさんってござるよ。イエス、楽しんだもん勝ちです。負けた以上は仕方がありませんね。ではやります。お前たち二人は完全に包囲されている。銃なんて捨てて投降しろ。うるさいです。それ以上近づくとむやみやたらに発砲するぞです。警察は引っ込んでろってござる。まだ捕まるわけにはいかねえってござる。無駄ですよ、タフガイデカ。降参なんてするわけがありません。やつらは根っからの悪なんですから。いいか、スラックス、生まれた時から悪い奴なんていない。彼らにもきっと良心が残っているはずだ。俺はそれに賭けたい。甘いですよ、タフガイデカは。奴らは俺の親を。タフガイデカ、俺もう耐えられません。スラックス、行くな。奴らを刺激してはダメだ。バンバン。スラックス。なんじゃこりゃ。名言いただいたです。楽しかったでござる。完璧な演技だったでござる。楽しかったのならよかったです。私は死ぬほど恥ずかしかったですが。早速動画を見るです。自分の家で、心は見ないでください。
家でゆっくり見ることにするでござる。あ、あと動画をネットにアップしないでくださいね。くれぐれもお願いします。そんなことはしないでござる。ご安心くだされ。これにて一件落着。トゥデイもいい日だったでござる。そろそろ二人が来る頃でござる。はい、お待たせ。ついちゃんだよ。ティナです。待たせちゃってごめんね。ゾイ殿、ティナ殿、ジェットファイブの撮影を見学する話はどうなったのですか？許可もらえたよ。撮影の邪魔にならなければ OK だって。やったです。スタッフさんに感謝でござるよ。ジェニファーはジェットファイブの秘密基地が見たいです。エミリーも特撮シーンがすごく気になるでござる。ああ、それはオプションね。オプション？撮影現場の見学は約束したけど、特撮シーンは別料金になります。別料金って聞いてないでござる。だったらまたついちゃんたちとジェットレースするしかないね。どうする？どうするもこうするもないでござる。やるに決まってるでござる。当然です。そうこなくちゃ。意地悪してるみたいでごめんね。でもさ、ティナたち、ジェットレースするのが大好きなんだ。秋葉原電水街、基本操作をマスターしたジェットレーサーの応用編にはもってこい。カーブがバンクになっている箇所もあり、ジャンプ台もありと、シンプルなコースながらテクニックが磨けそうですね。ニンヨーでござる。3、2、1スタート。
を食らうでござる。驚きました。思っていた以上の成績。ジェニファーに勝てる強者はいないです。やったーです。とっても嬉しいです。イエス、勝ったです。ジェットファイブの撮影見学ゲットでござる。乾杯だね。うん、じゃ撮影現場に案内するね。オッケーでござる。の悪のエリート幹部も最高だったでしょ。もちろんでござる。ジェットファイブにも負けないぐらいの迫力だったでござる。でもかなり早く撮影場を出ちゃったよね。あれだけ楽しみにしてたんだから、もっと見学しててもよかったのに。それは役者さん、スーツアクターさん、スタッフさんの本気が伝わってきたからでござる。一つの番組を作るのに多くの人が真剣になって、だからこそあんまり邪魔しちゃ悪いと思ったです。だからもっと見たいと思ったけど、ここはぐっと我慢することにしたでござる。日本文化で言うところの
わびさびのスピリットです。押してもダメなら引いてみろでござる。全然違うと思うけど。でも二人は本当に特撮が好きなんだね。また機会があったら見学させてあげる。おう、サンキューです。これにて一件落着。トゥデイも最高の日だったでござる。特訓した甲斐があったね。ふむふむ、なるほどです。ジェニー、何を読んでるでござるか？ジャパニーズヒストリーブックです。これでジャパンのこと学ぶです。 But、まだ侍が出てきません。日本のヒストリーは長いでござるからな。そういうことならエミリーも一緒に勉強するでござる。チャース。 What's happened? 白石殿に緑川殿、どうしたです？二人にお知らせがあってきたんだ。お知らせでござるか？前言ってたルージュソックス先輩なんだけど。なんと、今関わってるアニメの制作現場に招待してくれるって。 Oh my god! それはすごいでござる。邪魔しちゃ悪いので辞退するです。マジで？どったの？喜んでくれると思ったのに。喜んでるし感謝もしてるでござる。でもこの前特撮の撮影現場に見学に行ったのです。ものづくりをする人は真剣そのものでござる。そこで邪魔したら悪いと気づいたのでござるよ。ああ、そういう感じ。だったら逆にいいんじゃない？どういうことでござるか？招待なんだけど、ちょっと事情があってね。作ってるアニメってのがジェットレースが題材らしくて、素人用に真夏たちを撮りたいらしいんだよね。作るのにヘルプできるですか？そうそう、しかもクレジットにも載せてくれるって。すごいでござる。一生の自慢になるでござるよ。それで何をすればいいですか？こっちの方で録画しとくから走る姿を撮影させてほしいんだよね。つまりうちらとジェットレースで試合すればいいってこと。一日の終わりを迎えようとするこの街ですが、まだ終わらない！まだ終われない！コースの構成がシンプルとはいえ、各所に技術で切り抜けるポイントが、細かい爪で攻める姿勢が必要。クリエイターのために最高の走りをするでござるよ。そして
よくしてくれてありがとね。ニンニン、サプライズをお見舞いでござる。ちょっとタイムタイム、超かけるでござる。どうでござる。ごめんね、みちゃん。来ました。思っていた以上の成績。アップレイ、トップでゴールです。
は勝ったでござるが、今の感じで良かったですか？資料になったですか？ああ、いいんじゃね？てか、うちらまた負けちゃったけどね。いいじゃん、今回は勝ち負け関係ないし。そうでござる、少しでもルーズソックス先生の役に立てれば嬉しいでござる。じゃ、動画を持ってアニメの制作会社に行こっか。アニメの制作現場、壮絶でござったな。特撮の時と同じです。みんな忙しそうに作業してたです。エミリーたちが好きなものは熱意と努力で支えられているのでござる。白石殿、緑川殿、本当にサンキューです。何何急に。エミリーたちは忍者になるために日本に来たのでござる。マジ？そうだったの？でも表のクールな部分だけをルッキングしてたです。忍者になるのなら地道な努力が必要でござる。イエス、チリも積もれば山となるです。二頭を追う者は一頭も得ずでござる。うん、なんかよくわかんないけどね。上がったんだったらよかったじゃん。だね。これにて一件落着。トゥデイもベリーハッピーな日だったでござるです。見て見て、ミサちゃん、また成長した気がする。甘いでござるよ。この苗木は少しずつ成長していくでござるよ。日々訓練していけば難易度は少しずつ上がっていくでござる。おお、それは気の遠い話です。続けることで徐々にジャンプ力がつき、最終的には忍者の跳躍力が手に入るらしいでござる。おお、イエース、忍者になるためなら何年だろうと頑張ります。わお、今の音はジェットウェイスです。神田川ジェットガールズが練習してるでござるな。ベリーベリー楽しそうです。せっかくだから挨拶しに行くです。リン、反応が遅い。そんなことじゃ勝てないよ。ミサちゃん、ごめん、もう一回お願い。おお、やってるです。真剣に練習してるでござるな。か
ンダ川ジェットガールズと勝負がしたいです。不思議でござる。エミリーも同じ気持ちが湧いてきたでござる。忍者になりたいと思って日本にやってきたでござるが、何度もジェットレースをしているうちにレースも大好きになってしまったみたいです。神田川ジェットガールズの走りを見ていたら勝負をしたくてたまらなくなったでござる。イエス、善は急げです。対戦を申し込むです。エミリーたちとレースをしてほしいでござる。街の開放的な河川敷を駆け抜けろ。短めでありながらも急カーブと緩やかなカーブを中心に構成されたこのコース、コーナリングでインを攻められるかが重要。驚きました。思っていた以上の成績。良き走りでした。
ダガワジェットガールズ、とても強かったです。最高のレースができたでござる。負けた。二人とも強かった。前よりも強くなってるね。どんな練習をしたの？特撮の撮影やアニメの制作現場の見学です。え、それだけ？嘘。そこでたくさんの努力と熱意を見てきたです。ジェットレース、特撮、ドラマ、アニメ、忍者、どれも心は同じでござる。努力と熱意なしに夢を叶えることはできないです。マイエンジェルにもわかるはずです。うん、私もそう思う。よし、リン、練習再開するよ。私たちの夢を叶えるために。そうだね、ミサちゃん。もっと頑張ってもっと強くなろう。ジェニファーさん、エミリーさん、次会うときは負けないからね。エミリーたち、みんなのおかげで大切なことを学ぶことができたでござる。いつか忍者になれる気もしてきたです。それなら満腹師に会いに行くでござる。いろいろと学んだことを報告するでござる。あら、お久しぶりです。今日はぜひ話を聞いてもらいたいでござる。おお、自信たっぷりの顔をしているのだ。どうやら何か答えを見つけたようですわね。ジェニファーたちは忍者になるために日本に来たです。とは言っても忍者になる方法がわからなくて、マックシを困らせてしまったでござる。いいのだ、別に気にしてないのだ。でも今は違うです。ジェニファーたちは忍者になる方法を見つけたです。日本文化を支える人たちはみんな陰で努力をしていたでござる。それこそが忍びのスピリットと気づいたです。誰も見ていないところでも努力と熱意を持ち続ける、その心があれば人はいつでも忍者になれるでござる。うん、忍びという字は心に刃と書くのだ。心臓に刃を向けられても動じず冷静でいる忍びとは、そんな強い心を持つものなのだ。二人はそんな心を身につけたみたいなのだ。でも二人が本当に忍びになれるのか、満腹黒丸ちゃんが見極めてあげるのだ。オッケー、ぜひお願いするです。かぐや様。分かっています。ジェットレースですわね。そうなの。ジェットレースに始まり、ジェットレースに終わる、これぞ日本のワービーサービーです。エミリーたちが忍者になれるってことをレースに勝って証明するでござる。
祥寺、井の頭恩師厳島公園、緩やかなカーブからの後半の急カーブ、沿道からの応援を力に変えて駆け抜けろ。市外での観客の華やかな声援と自然あふれる落ち着いた公園を同時に堪能できるものの、うかうかすると敗北一直線。ロボット変形で驚かせたいです。3、2、1、スタート。これが噂に聞く最終試練でござるね。全力で勝負いたしましょう。敵の気配でござる。よし、ああ、待てよ。ハートを組んで、ビオリ。サムライシュシュシュ、超ハートを組んで、ワンダフォー。驚きました。
思っていた以上の成績。アップウェイ、トップでゴールです。やったーです。とっても嬉しいです。お見事ですわ。私たちの乾杯です。見事な走りだったのだ。満腹黒丸殿、ジェニファーたちは忍者になれるですか？さっきも言ったはずなのだ。忍びという字は心に刃と書くのだ。今レースをしてみて分かったのだ。二人の心は何があってもくじけそうにないのだ。だからもう二人は忍者と言ってもいいのだ。本当でござるか？昔は忍者になるにも厳しい制約があったのだ。でも今は忍び協会の推薦があれば誰でもなれるのだ。ちなみに黒丸は忍び協会で青年部のリーダーよ。黒丸の推薦があれば何の問題もありません。ということは、エミリーたちやったでござるよ。すごいです。本物の忍者になれるです。そんなに喜んでもらうとこっちも嬉しいのだ。では忍者の次は何を目指すでござる？そうですね。え？時代劇なら侍同心町奉行、アニメなら魔女っ子に超能力者に得たせたら、なりたいものはたくさんでござる。でも忍びの心があればきっと何にでもなれます。ということだそうよ。満腹黒丸ちゃんとしては複雑なのだ。でもきっとこれがこの二人のいいところなのだ。だから好きにするといいのだ。これにて一件落着。 Tomorrow